3次元サーフェスモデルから編みぐるみを作るシステムを紹介します。編みぐるみは毛糸で作られた縫いぐるみで、閉じたサーフェスに綿を詰めた形状をしています。システムのオーバービューです。システムは3次元サーフェスモデルを入力すると、編みぐるみを作るための編み図を自動で生成します。まず、それぞれのパッチに分けるための領域分割線を手動で入力します。システムはそれぞれのパッチごとに、等幅のストリップラインを計算します。次にシステムはそれぞれをサンプリングし、つなぎます。計算結果から編み図を生成します。まず、それぞれのパッチに分けるための領域分割線を手動で入力します。パッチが一つのバウンダリーの時には、その線をシードのバウンダリーとします。パッチが複数のバウンダリーを持つ時には、一番長いバウンダリーをシードのバウンダリーとして選び、他のバウンダリーはホールフィリングで埋めます。システムは一定間隔で並んだ等値線を計算します。まとまった等値線から距離場を計算し、一定間隔の距離をトレースすることで次の等値線を求めます。これを繰り返します。システムはまず等値線を等間隔でサンプリングします。それぞれの等値線を前と次の等値線をつなぎ、次と前の等値線をつなぎ、ユニオンを取ることでエッジを生成します。編み目は編み図に対応したテクスチャーパターンをそれぞれのセルに貼ります。例をとって説明します。まずサーフェス上を手動で領域分割します。システムはそれぞれのパッチにおいて等値線を計算します。まとまった等値線をサンプリングし、前後をつなぐことでメッシュを作ります。システムはこれらをもとに編み図を生成します。ユーザーはペイントツールを使って3次元モデルに色塗りをすることができ、対応した編み図の色が変化します。実際に編む際には編み図を参照しながら毛糸の色を変えて編みます。物理シミュレーションをすることで、実際に編んだ際の形状を提示します。我々が実験したモデルです。本システムで出力された編み図をもとに編んだ編みぐるみです。